はい、こんにちは。7月30日午後5時です。今、クベル島というですね、クウェートの東側アラビア湾に浮かぶ、無人島に来ています。無人島なんですけれども、基本的にね、保養地といいますか、泳ぐ場所としてそれなりに有名でね、こう見て分かるかと思うんですけれど、みんなこう船に乗ってここまで来て、泳いだりね、のんびりしたりしてるというわけですね。はい、お酒ね、クウェートでお酒は禁止なんですけれども、法律違反なんですけれども、こっそりここに持ってきて飲んでる人もいるということですね。僕は飲んでません。僕は自分以外に酔うことはありません。はい、で本当に何もないです。何もないので記念として YouTube に残そうと思いました。あるのはカモメとね、人と砂とそれだけですね。ただそういう理由かわからないですけれども、本当に足のつくようなね、範囲にも浅いところにもお魚とかがいたりして、泳いでる分には結構楽しい場所ですね。何でしょう、これ電波塔ですかね。ああいうのがあって、あと常に巡視艇みたいなのが近くにあって、あれなんですか、溺れた人を助けるためなんでしょうか。ご苦労様です、といったところでしょうか。あとすごい量のね、カモメ、ナルワースがいます。やっぱりこれもすごくお魚がたくさんいる、いい漁場といいますか、そういうことの証なのかなと思いました。本当にこの不毛の地なんですよ。結構虫がいてね、見えるかな、アリさんとかね、結構一体どうやってここにアリとかが入っていたんでしょうかね。そういったところです。特に見どころもこれ以上ないので失礼します。じゃあまた今日お呼びします。さようなら。